よいしょ、よいしょ。今日は稽古の前にお仕事があるので、その前に、お仕事のさらに前に日用品をゲットしに行くミッションです。日用品ミッション、日用品ゲットミッションで一旦帰ってきてから、そっからお仕事行ってから稽古です。マジで今日稽古場入るの緊張するわ。みんな普通に始まってるんですよ、稽古が。稽古始まってる中に遅れて、お仕事で遅れて参加だから緊張します。転校生です。転校生になりますけど緊張。おはよう。ドキ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 。メンバーに会えるかな。お仕事でメンバーに会えるといいな。では今日もクマを消していこうと思います。いや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 、クマ消しな、クマ消しな。会えるといいなメンバー。おはーん。今日も長い一日です。頑張りやす。昨日は配信終わってからご飯食べて洗濯物したら2時になっちゃった。ほんと洗濯物って、ホテルの洗濯物って時間がさ、経っちゃう。時間が経ってしまいます。その洗濯物の時間とかに朝あげるインスタとか X とか個人ファンクラブのやつとか、なんかそういうのいろいろしたり台本見たりとかしてるんですけど、眠すぎてもう何も頭が働いてないんですね、その時間。もう眠い。お家で洗濯したいですね。パタ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 。やっぱ浴室乾燥機を普段使ってるから便利なんだなって、放置しとくだけでいいから便利なんだなって、普段の生活のありがたみを感じています。今は洗濯物の見張り番で時間が過ぎていきます。おはーん。ねえ、舞台あと1週間後から始まるの、楽しみにしててくださいね。今ね結構自分的に課題がたくさんなので、本番までに課題を減らしてなくして堂々と皆さんとお久しぶりに会えるのを楽しみにしております。めっちゃ久々に会える、超久々に会えます。1ヶ月以上ぶりに生で会える。ちょちょちょ、客席見たらさ、もう自分のファンの方の顔見たらさ、安心してさ、またさ個人ファンクラブとかの時みたいに大号泣しちゃいそうだからやばいよね。あーって久しぶりだっていう感動でさ、急に感動してしまうかもしれんけん、ちょっと心をちゃんと役に持っていってパセリを押し殺して、でも嬉しい感動の再会、ちょっとお出迎え会とかさせてもらってもいいかな。そこで一旦気持ちをさ、お出迎えさせてほしい。お出迎えしてわあ、なんとかさん、なんとかさん久しぶりってやって、でそこから本番させてほしい。スターの空は来た。
さなそらお誕生日おめでとうって言ってる。私の誕生日まだだよ。さなそらは定型文をしたでしょ。そらはおはよう。そちゃん、そちゃんおはよう。スターおはよう。昨日も電話ありがとうね。そちゃん、そちゃん見てる？そちゃん今日ライブ頑張ってね。早く一緒に出ようね。一緒に早く出る日が楽しみだよ。いない。あれ？そちゃん？スタロ？あれ？消えた。私も早くショーケースライブ出たいです。あの衣装着たいです。今日の朝ごはん発表会。情緒大丈夫。今日の朝ごはんは舞茸おこわのおにぎり、そして昨日買ったかぼちゃとミニトマトと人参とキャベツとじゃがいもが入った人参ドレッシングのサラダです。配信終わったらラスト1個のみかんも食べます。私いつも眉毛か、眉毛描いてる。いつもちょっとメイクの工程を忘れちゃった。頑張れ。あれ、眉毛描くやつが行方不明だ。わしの眉毛描くやつはどこ？ない。私の眉毛を描く新品を出すしかないのか。パセの眉毛描くやつどこ？ないわ。新しいやつを出します。ショック。こういう時って後から出てくるんだよね。まあいいか、新しいの出します。新品、これはダイソーです。ダイソーのこのダイソーのなんかこのメイクブランドみたいなやつがあるんですけど、この眉毛描くやつじゃないとダメなの。これがいいの。もうね、高い眉毛の描くやつを買うより、そのここのダイソーのこのメーカーのこれじゃないとねダメなんですよ。絶対まとめ買いしてます。ストックがたくさんある。定期的になくなるの、これ。廃盤になるの毎回で、新しくリニューアルして数ヶ月後に出るんですよ。だからある時にちょこちょこ買ってます。これの03番を私は絶対に、他の色もね、なんか自分の欲しい色が売り切れてる時他の色も買ってみたけど、やっぱ03番なんですよ。03番のこの眉毛のやつが良いとか言いながら、その上からなんかこのこれで眉毛描いてるから、あんまり意味がないと思われてしまうかもしれませんが、違うんですね。この後も使うんですよね。走るよパセ太郎、大好きなのは、はい、せーの、アイスクリーム定食、チキン南蛮、サバのおし寿司、炙りサーモン、カツオのたたき、ハマチの刺身。おはよう。やっほー。あ、今日インスタグラムにソフトクリームを載せましたので、よかったら行ってみてください。兵庫県にあるカフェのね、海の見えるレストランの
ソフトクリームをあげました。今日は X の投稿とインスタの投稿がつながってます。同じ日です。同じ日っていう、インスタにそれをあげたから X もあれにしました。ぜひ行ってみてください。めっちゃ美味しかった。サザエの形のモナカが乗ってめちゃ美味しかったです。おすすめです。では眉毛や 色を抜いていきます。眉毛ちゃん、眉毛来たよ、眉毛。オッケー。おはよう。それでは涙袋製造に移っていきたいと思います。本日涙袋の製造を担当させていただきます。パーコです。よろしくお願いいたします。と申します。イエーイ。はい、書きすぎました。濃すぎました。濃すぎます。ぼかしたいです。濃い濃いよ。涙袋製造担当者をクビになってしまう。ぼかして。はい、 OK です。続きまして、はい、リコちゃんにもらったこれで描きます。ツヤツヤになりました。リコちゃんありがとう。お揃いです。続いて次何、私いつも何してますっけ。この後何してるかね。チークかな。チークしてる、いつもチークな気がする、ね、チークをしちゃいましょう。チークをしてみましょう。いつも塗りすぎますのでね、気をつけて。あ、もう早速塗りすぎました。うん、気をつけてって言ったもう瞬間にもう塗りすぎてしまいましたので、ちょっと広げます。こっちも塗りすぎました。まあいいです。ほっぺたは赤い方がいいでしょう。いいでしょう、きっと。よしよしよし、 OK。 ぼかしました。続きまして、続いて顔のテカテカ、この保湿スプレーのテカテカを押さえていきます。毎日見てるけど工程が多すぎて覚えられません。私も毎日自分の顔メイクしてるけど覚えられません。よく忘れます。たまに下地を忘れていきなりファンデーションとかやっちゃうの。その日はメイクがすぐ崩れます。マジで覚えられないよねこれ。でももっと工程多い人はもっと多いと思うとさ、よく覚えられるなって思うしさ、逆にね、工程がもう2個とかしかない人いるじゃん。眉毛ももうもともとあるし、目も大きいから何もしないみたいな、肌も綺麗だから何も塗りませんとかの人もいるからさ、すごないです。そんなん、肌綺麗っていいよね。肌綺麗でさ、ファンデーションとか必要ない人って人生の時間、メイクしなくていい時間をさ、他の時間に使えるって思ったらめっちゃいいよ。しかも皮膚科とかでね、いろいろしなくていいから費用も浮くし、その皮膚科とかに行く時間も浮くし、やっぱ歯とかもそうだけどさ、体の基礎的なものが
ちゃんとしてるのがいいね。私はこの時期は乾燥とマスク荒れが、マスクで荒れてブツブツができるんですよ、鼻とほっぺ。それが敵です。はい、テカリを抑えました。余分な粉を落としていきます。サトロー消えちゃった。サトローちゃん間違って押したのかな、間違ってさ通知開いちゃったのかな。ちょっとおはよう。テカリを消しました。 OK。続いて目を描きます。目を作る。トゥルルトゥトゥルトゥルルトゥトゥルトゥルトゥルルトゥトゥルトゥ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 。それでは本日の目が決まります。これで今日ちょっと強めにいこうかしら。あ、なんか髪にいっぱい粉ついちゃった。強めに跳ね上げていきましょうか。粉がつきすぎちゃった。強めに長めに引いてみました。ねえねえ、粉がついちゃう。続いてこちら、この形を、同じ形を描きます。あ、失敗したかも。いや、いけました。うん、同じ形ではないけど、よし、 OK。 蓋が消えた。蓋どこ。はい、目ができました。粉がいっぱいつきました。よし、目ができたよ。目は大事。そして再び登場、さっき私がおすすめしたこの眉毛を描いたやつで、この私は目がちょっとコンパクトな目なので、少し大きく見えるように描きます。仕込みます。隠し味です。はい、仕込みました。はい、ちょっと仕込みます。あ、失敗しました。仕込めませんでした。よし、オッケー。おはよう。続きまして、鼻の製造に取り掛かります。おはよう皆様、水曜日、今日も元気に体調に気をつけて過ごしていきましょう。鼻です。鼻の製造です。今日も二重が3つある。こっちの目、毎日二重が3つあります。やっぱ普段より食べてるからだな。広島にいる時よりさ、こっち動いたり喋ったりするから、朝昼晩食べてるとやっぱり目がむくみます。はい、鼻をかけました。鼻かいたよ。ちょっと描こう。鼻描けました。はい、おはようございます。鼻描いたので、鼻をキラキラにします。つけすぎちゃった。続きまして、ほっぺたをキラキラにします。
と混ぜます。混ざってるかは知りません。キラキラになりました。終わり。終わった。メイク終わった。終わったです。いくー、うん、終わったです。続いて毎日問題になっている髪です。今日は髪の毛どうしましょうか。今日はどんな髪にしましょうか。結ぼうかな。でもここが心配です。とにかく頭頂部の心配をしています。なんかね、キャップとかかぶって、キャップとかニット帽とかかぶって稽古してる人もいるんですけど、髪がボサボサだからって理由でキャップとかニット帽かぶってる人もいるんですけど、縦があるから、私縦の時って帽子かぶったら危ない、こう動いた時に脱げて落ちたら踏んじゃって滑るから帽子はダメなんですね。だからさ、結ぶか下ろすかの二択で、結ぶとだん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 ここの生え際が引っ張られちゃうから、毎日それで悩みます。髪型をどうするべきか。どうすべきでしょう。下ろしてもいいな、別に。下ろそうかしら。下ろそう。下ろしちゃ、いや。結ぶか。まとめますか。三つ編みして一周全部まとめるやつにしてください。なんか私さ、稽古に持ってきてる靴が、この稽古、舞台の稽古用に買った、レッスンシューズじゃなくて稽古用に買った安い靴で、でしかも軽さ重視のやつにしたんよ、持ってくるから。荷物がただでさえ1ヶ月分のホテル生活で多いから、もう超軽量みたいなやつをで靴でやってるんですね。そしたら私だけさ、稽古中立てするときに床でツル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 滑って、みんななんかナイキとかなんかおしゃれな、そういうちゃんとしっかり重さのある靴履いてるからさ、私だけさ、ただの稽古で、尾崎さん滑らない、滑ってますよみたいな、足元滑らないように動いてくださいって言われてまさかの立てするとかも知らなかったから、知らずに来たから、そんなたくさんあるって知らずに来たからさ、まさかの私立て稽古で靴のことをいつも時さ、ラビットでごきげんようやってた。何が出るかな、何が出るかなやってました。小坂井和樹さんやってた。見た？
ドゥルルルンルンドゥルルルン。学校休んだ日しか見れないあのあれ。TBS でやってたよ。何が出るかなっつって。これをこうやってまとめたらいい感じになるのではないでしょうか。いえ、そうは簡単にいきません。後ろがモサモサするみたい。ねえ、何なの一体。どうしてなの。試していける。あ、もう団子にしようかな。団子にしよう今日。ここで上でそうします。もう団子にします。おはよう。あ、顔見えてないね。おはようございます。あ、ハーフアップでもいいな。いや、団子にしよう。団子、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 団子三兄弟中ちゃんにするわ。お団子だんだんだらんのだん。歳がバレるよ。バレて何が問題なの。何が問題なのですか。バレるも何も公表されているので大丈夫です。何団子が好きですか。みたらし、みたらし団子が好き。頑張って会議。お腹がグーグーならないように。やっほーやっほー。ほげクリーム。通勤スタートします。通勤スタート。トゥ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 。通勤ってスタートするんや。頑張って。通勤スタート。スタートしたからゴール前たどり着いて、くじけそうになったら負けないでって私が歌うから。もう少し。でも実際は会社に着いてからが勝負だから、そこからがスタート。髪が短いとこうやって後ろがさ、見てこうやって落ちてくるの。こういうのが、このまだ短い赤ちゃんの毛たちが。早く髪の毛を伸ばしたいです。早く伸ばしたい。早く伸びろ。ビヨーン。
しようかな。お団子ちょっとめんどくさくなっちゃった。この後ろにさあ、こうやってさあやってほしい。こうやって後ろなんか髪の毛をまとめるクリームを持ってきてないからやってほしい、まとめてほしい。地道な作業だぜ。やれやれ。ワイの毛も増えろ。一緒に毛増やしてこう。まさかこんなに短くなるとは私も思いませんでしたよ。誰に話してもびっくりされます。この前まで髪長かったけど美容院行ったら突然短くなりましたって言ったら、どういうことってめっちゃ言われる。え、どういうこと。胸まで切る予定が首ぐらいになったんですって言った。え、そんなことあるのって言われる。増えてほしいのは財布の中、わかる。財布の中身増えてほしい。あと口座の中身もね、わかるよ。したらもうおしゃれな服いっぱい買って、美味しいアイスいっぱい食べます。よし。あ、結ぶものがないです。持ってくる。結ぶもの、結ぶもの、結ぶものが出てきて。どこ、結ぶものどこ。ないよ結ぶもの。結ぶもの現れました。ありました。おはよう。今ポニーテール中。よし、どうだ、いいのではなかろうか。高すぎ、ポニーテールの位置高すぎかな。まあ、向上心の表れってことで、そういうことで。すいません、リセッキばかりして。よいしょよいしょ。ヘアスプレーを持ってきました。よし、高めにしちゃった。絶対崩れるわ動いてる時。ポニーテール、またやりたい。あの衣装で嬉しかったな。去年沖さんのポジションで沖さんの衣装着てこの曲できて嬉しかったな。またやりたい。沖さん会いたい。沖さん元気かな。ポキオさん、美しい男子。よし、あとは問題の前髪でござる。前髪でございます。今日はうまくいくのでしょうか。起きちゃいなかった。いなかったか、地元にはいなかったか。ポキさん、ポキオさん、もう今会いたい人が多すぎる。まずあやぱん、
毎日パン粉の写真を見てる。パンちゃん、あと家族、そして優しいファンのみんな、大阪で会えるの楽しみです。とっても今日もパンちゃんが笑顔で過ごせますように。パンちゃんも人生において悲しいことや辛い人間関係とか辛いことが一切ない人生になれと思ってる。幸せを願っている。ね、長生きしてほしい。なんかもうパンちゃんに対してのさ感情なんか謎ですよね。どういう心情なんだろう。ガチ恋とかではないじゃん。なんなんだろう、妹みたい。なんなんだろうね。どういう気持ちなんだろう私。よーし、前髪良い感じです。良きですよ。良きだわよ、良きだわよ。眠たくなるの毎日。髪が完成する頃にいつも眠くなる。なんでだろう。朝ごはんのあれかな、血糖値が上がるからかな。でもほんと体がバキバキで整体に行きたいんですよ。整体に行きたい。松川にも行きたい。おはよう。体がバキバキです。毎日たた稽古の前にみんなでストレッチと運動みたいな、なんか体操準備運動みたいなするんですけど、本当に体が伸びて幸せを感じる。わあ、ここ筋肉感じるわみたいな、伸びてるってなって幸せを感じます。でも結構きついのそれが。ちゃ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 。やっぱストレッチ大事だよね。ストレッチマン。運動好きですね。やっぱ体動かすこと大好き。でも全然そういう体動かし系の走ったりする系の仕事が最近ないです。最後はあの駅伝出てから走ったり系、歩いたり系とかそういう系ないので、もっと自分の足強い、足強いぞっていうのをアピールしないと。
ね、いっぱい歩けますってアピールしなくてはいけません。よいしょ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 、おはようございます、おはよう、今日も元気ですか。体調に気をつけていこうね。良いのではないか、こりゃ良いのでは。あとは前髪を固めるだけだ。朝食食べましたよ、おにぎりとサラダ。やばい、ヘアスプレーのなんかこの周りについてた塊がズボンに張り付いた。やめて、このズボン履くのまだ2回目なんだから、やめて、そんなことしないで、張り付かないで、乾く前に取らなきゃ。あ、乾いた、サイヤングの目、ショック、白くなった、ベロアの黒いズボンが白くなりました。ファブでどうにかならんかな、ファブちょっと、ファブちょっとファブやります、ファブで、ファブ助けね。ティッシュでこすったらもっと白くなっちゃった。ねえ、やめて、勘弁して、まだ履くの2回目だよ。取れない、おしぼり、おしぼり召喚したい。どこ、誰かおしぼり持ってませんか。おしぼり召喚しよう、持ってくる。キャー、静かにして、おしぼり召喚、どこ、見つからないよ、見つからない、見つかりません。探してたら、なんかこれ出てきた、この美味しいやつ出てきた。バッグの中から、バッグの底から出てきました。これが隠しとこう。いやー、おしぼり、美味しいよね、アーモンドのやつ差し入れでいただいたんですよ、ファンの方から。取れろ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 、やばい、取れない、ロスタイムだよ、タイムリミットあと15分。パセリ落ち着いて、はい、パセリ落ち着いて、あまりにこすりすぎて太ももが痛いわ、ズボンの上から太ももにダメージを与えているだけよ。ついて、一旦放置、ちょっとおしぼりの水分で湿って汚れが分かんなくなっちゃった、一旦乾くまで放置です。よし、前髪、それでは私のズボンを汚して、汚したこのスプレーさんを前髪に本来の固める場所で働いてもらいたいと思います。
にちは。グッドアフタヌーン。グッドアフタヌーンじゃん。この前こんにちはって英語でなんて言うでしょうって言われてさ、ハローとか言っちゃったけど、グッドアフタヌーンだ。でもアフタヌーンってことは午後じゃあまだグッモーニン、グッモーニンなの。まだ今難しいね、こんにちはの境目。まだグッモーニー、じゃあおはようじゃん。まだにゃん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 。宿でもらえる歯ブラシない？ないんですよ、ここ。そういうアメニティないのよ、すべて自分なのよ。やばい、今セルフって言ったらさ、あの何でも鑑定団のあの分かる？ヘルドゥルルルンルンルンヘルみたいなやつが流れてきた脳内で。やめて、お宝鑑定団始まんのやめて脳内。あ、そうビートルズ、そう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 です。電車遅れて遅刻するよ、助けてパセリ。パセリのことアンパンマンだと思ってる、もしかして。パセがアンパンマンだったら迎えに行くけど、背中に乗せて飛んでくけど。え、電車遅れてるの今日？それは困った、それは困りまして、今日私は初めて乗るやつでお仕事に行ってからさらにそこから稽古だというのに電車が遅れているだと。わからない。遅れてんの？毎日加減が分かんない、加減分からずシュッシュしてます。最近はこれを持っていってます。なんでかっていうと、その靴が滑るので靴底にシュッシュしてます。教えてもらったの、ヘアスプレーを靴底にシュッてしたらいいですよみたいな言われて、これ働いてる。これよし完成だの。それではヘアピンを後ろに刺していくどん。こんにちは、あ、おはよう。わかんない、どっちかわかんないけど、私ヘアピンケースが行方不明なのよ昨日から。あの大量に入ったやつ知らない？みんな私のヘアピンケース知らないよね。そんな言われても自分で管理しなさいって話だよね。この箱に入ってるさ、この前買ったあのヘアピンのがさ、どっか行っちゃったんですよ。どこに消えたのでしょうか。あ、私今日まつげ塗ってない、まつげ美容液塗ってない、まつげ美容液塗ります。大事、まつ育、まつ育、まつげの育成に取り組んでいます。美容液、ね、多分カバンの中に入ってるんですよね。最近まつげ短いの、生え変わりの時期で
よし、オッケー。ヘアピン探しの旅スタート。どこ行ったんだろう、マジ消えました。消えてしまわれた。よいしょ。今までね、今までさ、私はここの、ここに入れてたの、このポケットに、ここの。でもここ入ってなくて、ミンティアしかなくて、一体どこに消えたの。あとレシート、レシートたちが出てきた。整理しなくちゃ。音がするだと思ったら全部ミンティアなんだけど、どんだけ持ってんの。ミンティアミンティア、私さ、このピーチのさっき見せたやつ行方不明になったと思ってさ買ったの。またあったわちょっと、あ、また出てきた。これ2個目出てきました。ちょっとちょっと、私のバッグの中にすごいね。稽古場にゴミ箱がないんですよ。だからゴミとかも全部持って帰ってくるけん、毎日さバッグの中身整理しないといけない。これはおしぼりとか入ってるやつ。本当にない。どこに消えたんやろ、どこに消えたんですが、一体。もしもーし、あ、落ちちゃった落ちちゃった。もしもーし、そんなことある？あのヘアピンケースが消えるとか。もしもーし、ないわ。じゃあ今目の前にあるこのケースが見つからない。冷蔵庫？それは寝ぼけすぎだね。もう私ホテルに来てからもう5回ぐらいさ歯ブラシに洗顔のせそうになってる。マジで人生で初めてだよ。部屋までそういうことする人絶対嘘じゃんって思ったのにさ、もう5回ぐらいしてるんだよね。この前ショールーム出す時は2回だったけど、また増えたの。あれからまたやっちゃったってなってる。ユニバの CM してる、楽しそう。ノーリミット。よし、ヘアピン消えちゃった。悲しい。あー、どこに行ったんですか、私のヘアピンは。ミンティアの音しかしないもんね。でもこの前使ったよね、ショールームで。ってことはあるはずなんだよね、あるはずなんだよね。みんなでもないの、困ったことに。あるはずなものがない。そして買った後に出てくる。これは人間界の七不思議です。どうしてなの。もう一個のバッグかな、見てみる。
マイコのバッグ見てみる。ちょっとさっき落としたものが。よいしょ。ないよね。よいしょ。ないです。マイコのバッグもない。なんで？なかった。ちょっとこれコロコロ。なんか黒い帽子って毎日コロコロしないと。すぐね、私バッグ今モコモコのバッグ使っとるんやけどね、バッグのモコモコがつく。どっか消えちゃった。なんでだろう。あ、コロコロ。消えてしもたです。かるまで待ちます。それでは今日はこの辺で見つからないままですが、配信はこの辺で終わりたいと思います。今日も一日元気に頑張りましょう。こんにちは。今日も頑張っていこう。それでは段順見ます。いきます。13位、アリちゃん。12位、しんちゃんさん。11位、コロネさん。10位、みつさん。9位、かいちゃん。8位、しんいちさん。7位、さったん。6位、アルテミスさん。5位、ミックさん。4位、いもけんぴさん。3位、クアドリさん。2位、つばさほしいさん。1位、ジェットさん。ありがとうございます。朝の皆様お仕事中などにありがとうございました。お休み中や夜勤明けの方もありがとうございました。今日も一日頑張りたいと思います。それでは行ってきます。皆さんも体調に気をつけてお過ごしください。またねー。